何が怖いの？おばあちゃんはね。なんで？だっておばあちゃんや。あれ睨んでる王子様ってかっこいいっしょ。なんでおばあちゃんち怖かったの？だってさ。皆さんこんにちは。こんにちは。2ヶ月のパパです。です。なんとか。2週間ほど経ちまして、前までの激痛ほどではなく痛みは和らいでおります。本気も元気に今日は幼稚園のバスでみんなで動物園に行ってきたみたいです。で、皆さんのコメントも全て読ませていただいております。いつもありがとうございます。セカンドオピニオンについてのコメントがたくさんありましたので、こちらももちろん検討しておりますし、特定検診が、間もなくありますので、そちらも受けてみようと思います。今まで忙しくて時間が取れなくて受けてこなかったんです。あと正直ちょっと行きたくないなっていう気持ちもあったので、ちょっと今回胸の痛みがとても不安だったので、特定検診を必ず行こうと思いますので、またその結果もご報告させていただきます。今日は僕も2ヶ月間運動会からちょっと疲れが溜まっているので、おばあちゃん家に行って栄養たっぷりのニラ鍋をまた今年も食べに行こうと思います。よろしくお願いします。よろしく。いいですか？いいです。おばあちゃん家に行きます。パパと一緒に行くの？そう。パパバイバイしない？パパバイバイは、ワンちゃん夜するかも。なんで？泊まるの？おじゃんか。兄ちゃんは泊まるかも。やだ。ちょっとパパね、一人でね、お仕事しなきゃいけない。やだ。たまにはさ、やっぱりパパは一人でお仕事頑張んないと。わかんないよ。じゃあ行ったら行ったでね、ね、ご飯みんなで、ご飯をみんなで食べるんだよ。パパいるんだよ。ご飯食べた後パパ帰る。そうなんだよ。おばあちゃん家に泊まってよ。やだよ。なんで？怖い。怖いってなんで？なんで怖いの？大丈夫。楽しいから。でもやだ。明日迎えに行くよ、またお昼ご飯終わったら。でもやだ。明日迎えに来るからすぐね。怖い。何が怖いの？おばあちゃんはね。なんで？だってさ、おばあちゃんや。いやじゃないじゃん、またまた。おばあちゃん家行ったら行ったら絶対楽しくなるから、またね。おばあちゃんといっぱい遊べばいいよ。パパと遊べない遊びいっぱいあるでしょ。ね、おままごとやら、カルタやら、ね、大好きでしょ。ね、パパと戦いばっかりしてたら面白くないでしょ。たまには違う遊びもいっぱいしよう。ね。いい。よし。覚えてる？あのおばあちゃん家に行って、ほら鍋あるでしょ。醤油とニラと春雨、ツルツルツルの春雨の醤油味の鍋、美味しいでしょ。あれ行く。大丈夫ですか？大丈夫。では、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ニラを買おう。え？ニラ、ニラで食べると、うん、こんにちはって言った後なんて言う？こんにちは、ディア飴持ってきました。ディア飴え？何て言ってんの？ごめん何を持ってきたって言ったの？これちゃんとお買い物してきてくれたの？買い物だ、うん、これのこと？あ、そっかそっか、ごめんごめん。ニラちゃんが運んだの？ありがとうございました。ニラ鍋食べようね。い
食べてね。ニラ鍋って言ってたの？ニラ鍋持ってきました。ニラ鍋持ってきた。いや早く持ってきてね今度ね。ニラニラ。その方が楽ちんだな。ニラ鍋持ってきました。いっぱい食べてね。はい、ありがとう。3つ。それから長ネギと。あともう1個。もう1個何？ああはい。これはね、カツオのたたきだからおちゃん。食べれないからおばあちゃん久しぶりにラムふりかけ作ったよ。食べてね。小ネギがないと作れないから余ってたの。これね、レンコンはね免疫力をね上げるんだ。たくさん作ったから持って帰って。美味しいでしょ、これパン。お、二つもしたの？まだ見ますよ。あ、なんだこれ。これね、小ネギのね、保存ってね、この中にね、キッチンタオルを敷いてね、すごく長持ちするわ。3、4日だったらびしょってなってくるでしょ、うん、それがね、全然ならなくてね、サラサラしてるよ。これはね、油性なの。油性ってこれ書けないんでしょ、うん、おちゃん、こっち、これで書いていい。おを書くの？大きなおか。おう。うん。おう。ふにゃふにゃ。え、そう。これこれは何？お、え、じゃ、うか。これ、ここに忘れてない？ここに、お、うでしょ。おぉ、サインみたいな見て。それはなんだ？蜂。え？蜂。はあ、蜂か。まあ、蜂が好きだし。見えなくもない。すごいすごい。最近ね、ぬか漬けを作り始めた。あれも発酵食品だからね、うん、体にいいんだ、免疫力がね。2人とも2人だけじゃないね。パパも大きも家族みんな免疫力落ちてるから、食べ物ででもね頑張らないと。運動は個人的にやるしかないんだ。あと寝るのね。この3つだもね、やっぱりね、気をつけて生活すれば強くなる。歩ったら外もう雪だからね、そして寒いし、家の中でできると体操って始めたんだけどね、きついんだわこれは。あ、若い人向けだねって。はい、どれどれどれ。7。え違うの、それ何。あ、の B じゃないのこれ。すごいね、英語と日本語。後でまたこれ入れたら薄くなるから、そしたら調節する。もう2人だから、おじいちゃんはそんなに食べたらダメだからね。塩分、うん、高血圧とかね、腎臓に悪いからね。いつも1個と1個とかね、人参とかって、本当に少し少しか
やらないんだ。これ作った何ぬか床。ああ、これはね、売ってるの、ぬか床。川村道夫っていう人。でもね、やっぱり何回もね、使わないといろんな味が移って初めて美味しくなるからね。まだやり始めて1週間か10日ぐらいしか経ってないかな。美味しい。そう、色が綺麗なのよね、ぬか漬けってね。あと、何とも言えない旨味があるっていうか、これも発酵食品だからね、体にいいんだ。毎日混ぜるのが大変なんだ。そしてびっくりマーク。びっくりマークか、うん、これどうか。これはね、簡単に書くとね、こうって点でいいでしょ。だけどちゃんとこうやって、こうやって、うん、じゃあ次わかんないって書いて。はてか、はては、次わかんない。はて、ちょんはて、ちょん、クエスチョンマークって。うん、ビリか、まあ似てるな。こうじゃない、ビリはね、大きいでしょ。ヒはこうでしょ。ヒビリ、これはビリ、二つ点々。パパ、来て。下の服。よいしょ。ねえねえ、パパどれにする？パパどれにする？ビール。色だけは綺麗なのね。うん、綺麗だね。まだちょっとね、しょっぱいかもしれない。何も塩足してないんだけどね。サンキューサンキュー。オッケーオッケー。できました。美味しそうです。乾杯。お茶、今日動物行ってきたんだってね。え、いいね。あ、そっか、雨降らなくてよかったね。よし、これ生姜とわさび。でもさ、でもおばあちゃんって言われ。何これかい。んおちゃん、今日はどうしたの。おばあちゃんおばあちゃんって言うね。来てからおばあちゃんずっと台所にいたからでしょ。なんとなく寂しい。いいでしょ、ね、やっともらえば。なんとか世話してもらいたいの。寝てたの。はい、あ、やってくれた。怒っちゃった。怒ってる。ビリ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 はやばい。ビリって何回からビリって言ってるの。はい、どうぞ。おじさま、おこうやって大きいおじ。おいいね、いいね。あれ、睨んでる。おじさまってかっこいいっしょ。お話に出てくるしょ。かっこいい若いおじさま。おじさまって言われたら普通喜ぶんだよ。ハゲパパ、ハゲパパ、ハゲパパ。なハゲ。誰そんなの覚え。いや、いつ覚えたのそんなの。ダメだよ。人に言ったらダメだよそんなこと。ダメだよそんなこと言ったら。誰に教えてもらったのそれ。おじいちゃん、朝すぐなんて嫌だよ。んどうしたって。おじいちゃん、おしぼりすぐするの嫌だよ。おしぼりするの嫌だって。昔は全部おばあちゃんやつだからか。あの思春期ですか。おじいちゃんの思春期。まだまだおばあちゃんに世話してもらいたいの。残念だな。あれ、おじいちゃん泣いちゃった。あら、だからってハゲはないよ、大きくね。ん？ハゲはないよ。テレビで覚えるのかね。ダメだよ。ん？ダメだよ。
傷ついちゃう。悲しいってなっちゃう。ね、バカと一緒だよ。ね、ダメだよ。ハゲにハゲって言ったらダメだよ。励げましたね。励ましたね。励げましたね。励げましたね。励ましてるの。おじいちゃん励ましてるの。めったに何か面白いこと言わないね。まだ薄い？いや、美味しい。スープがうまいな。この鍋が一番。うん。うん、昔からやっぱ好きだった、ね。一番うまい。ヘルシーに見えて結構コクがある。うん。だからってくどくないね。くどくないね。こっちは？ラムふりかけばっかり。おいしいの。おいしい。久しぶりのラムふりかけでしょ。おいしいちゃん、うん、あら、もうこんなご飯ないの。ニラ鍋食べてないんじゃないの。ニラちゃん食べてない、うん、どう。おいしい。おいしい。じゃあ前、去年だ、去年だったから一緒にお団子作ったでしょ。作ったのは2年前。2年前だった、うん、もう2年経ったの。年取るはずだ。ねえ、おばあちゃんおいしい。おちゃん全部ラム食べてしまってるの、うん、あ、ラム肉もまたちょうだいってかい。ご飯も、うん、こんなおいしい。肉になっちゃったよ、うん、今日これ食べたら。おかわり、うん、食べれる。うん、すごいね。ゴリラいなかった。うん、ゴリラみたいだね。うん、ね、東京だもんね。キリンいた。キリン、あ、キリン見た。うん。じゃあどうしたの、見たな。父さんはね、父さんにずっと寝ていた。寝てた。寝てたの、父さん。うん、どうも。ニラカおーちゃんどっちが好き。ニラカおーちゃん。なんだ。おーちゃんでしょ、そりゃ。ね、何ね、ニラカおーちゃんって。ニラとおーちゃんとどっち好きってか。うんうん、パパがニラ大好きって言うから。ニラと比べるの。ニラの方が好きって言われたらどうする、おーちゃん。悲しいっしょ。うん、にらんだえ、パパもにらんだら。美味しいんだ。つゆ？うん。これはね、そのラーメン屋さんのつゆよりはしょっぱくない。だから飲める。どうぞ。何つゆ飲んだらダメだよって。いや、俺が言ってるからまだしてくんないって。うん。でもうまいラーメン屋さん行った時に俺がちょっと多く飲む。ダメだよ。今はあんまり好きなしないの？大きいはね、いや、もう2週間前はね、俺と同じぐらい、うん、あれ、温泉の時もひどかったし、うん、どっちとも同じような感じのペースだったけど、うん、こっちの方が早く治った。今はもう痛くない？胸、ちょっと、結構あの時はもう、筋肉痛だわ、やっぱり、うん、私も何回かなったことあるの、考えてみた、うん、あんまり咳が長引いて、強い咳するとね、筋肉痛になるんだ、うん、ゆっくりよ。はい、ありがとう。絞って、うん、ギュッギュッ、力入れギュ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 。
ありがとう。ちょっと。はい、ありがとう。しに来たの。偉いね。大丈夫ですか。俺よりもひどいことになってます。いや、最近ひどくなったの。余計。うん、蜂蜜のしょうがなくなった。しょうがなく早く。しょうがなく。カッコン糖飲んで早く治そうと思ったんだけどね。全然治らんかった。大きい踊りながら歯ブラシしないで。え、何？おーちゃん踊りながら歯ブラシしてんの？うん。何遊んでんの？さあ、綺麗にやらなかったら仕上げはおばあちゃん丁寧に長くするぞ。おばあちゃんにされんのやな。長い時間見やっから。かじらないでください。かじらないでください。はい、右の奥歯です。ねね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 ね。かじらないでください。かじらないで。かじらないでください。はい、ここだ。かじらないでください。かじらないでください。ん？もう帰るの？帰るの。やだ。うん？なんで？やだ。なんでやなの？おばあちゃんに捕まってね。やだ。なんで？やだ。パパお仕事だから。惜しかったね。いやー、なんで？あと寝るだけで。いやーなー、ね、明日はいっぱい遊びなさい。またね。いやーなー、なになに。よしよしよし、いいよ。なんでゲームして遊んでればいいじゃん。いやーなー、これで遊ぶね、ね、うん、ほら教えてもらおうか。分かった。うん。現金だよ。いいよ、ね、うん、もうこれでおしまい。ああ、ありがとう。これから、これはあったかいから、あったかいのはあったかいので、タクシーなら大丈夫。持ってく？あとはそんなにガサガサなのばっかり。何？遊んでないの、おじいちゃんと。おじいちゃん一人でなんかやってるよ、スマブラ。なんか覚えてる。明日早く迎えに行って。早く2時。うん、2時迎えに行って。じゃあ、うん、じゃあ明日すぐ船2時で帰ってきたよ。すぐ2時でね。さあ、は走って走って、え、え、来て。うん、パパ、うん、見て。うん、なんで刺すの。え、おばあちゃんに買ってもらった。買ってもらったの。あんまり可愛いからおばあちゃん買っちゃった。手袋あったかそうだね。はい、どうも。バイバイ。バイバイ。あ、寒いからいいよ。寒いからいいよ。お茶寒い。また明日ね。タッチしよう。タッチ。もうしたっしょ。したっしょ。はい。はい、タッチタッチ、一緒のタッチ。はい、イエイ。はい、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 タクシー来て。バイバイ。おやすみ。バイバイ。ありがとうね。ただいま。ただいまー。
はい、したらね、おやすみなさいね。うん、バイバイ。はい、バイバイ。生姜。黄金生姜。お、なってたね。ちっちゃい。お。これ。そうだ。やった。柳の影からのベラボー。すごいな。ジュスの間に盗み出したぞ。魔法の石臼。どこ？留守の間に。うん、違う。これか。盗み出したぞ。ルだよ。あ、ル。留守の間に。はい、どうも。ありがとうございます。ちょっとでも入ってた。あれ？いない。いた。ピリー。じゃあ、ありがとう。いましたね。ピリー行くよ。バイバイ。バイバイ。バイバイ。はいはい、バイバイ。いやいやいや、帰りますよ。バイバイ。あ、いいの？バイバイ。あらら、ら、結局ね、言ったでしょ。今日来るの嫌だって言ったの。そうなの？おばあちゃんの家来るの嫌だっていうの？どうしてどうして？今日買ったしね、ババ見てないわ、あれ。トランプして、今日トランプでね、教えたんだわ、うん、今度お正月にパパも入れてババ抜きしようねって言ってたんだもんね、うん、バイバイ、バイバイ、ありがとうね、ごちそうさまでした。はい、はいはいはい、おじいちゃん、おじいちゃん、お、なんだこれ、パンチか。なめられまたね、はいはい、バイバイ、はいはい、はい、体気をつけて、はい、体気をつけてね、お茶飲み、ありがとう、お大事に、そっちも、バイバイ、また来てね、バイバイ、また来るからね、バイバイおばあちゃんの家、バイバイ、また来るかで、バイバイ、またおばあちゃんお家行こうね。あれ、行くの？うん、行こうね、行こうね、またおばあちゃんお家ね。なんでおばあちゃん家怖かったの？だってさ、だってさ、さ、寝るときさ、電話見てくれな、暗くて、あ、めっちゃ暗くて怖いの。おばあちゃん家は寝るとき暗くて怖いの？え？おばあちゃん家が寝るとき暗くて怖いの？うん。だから怖かったの？うん。パパがいないと暗くて怖いんだよ。濃いね。お、お、来た。もうバス来た。よし、行こう。帰ろう。